ビギナーランニングマガジンへようこそ感想教員マキヌです今回は VO2MAX 最大酸素摂取量こちらの強化の仕方について紹介したいと思います <laughs>、えー、VO2MAX というのは何かというと1分あたりまあ体重1キロあたりにも相としますけれどもどれぐらい酸素が取り込めるか えー、有酸素運動を行うマラソンっていうのはえ酸素をです、ね、エネルギーに変換するという役目になってきますので多くの酸素が取り込めればエネルギーがたくさん作れますから結果疲れにくくなってくるとこの強化が必要になってくるということですねですからマラソンランナーが、まあねえー、コーチトレーニングをやったりとかっていうのも、えー、当たり前なのかなと思っています。 そしてランナーと大切なのがやっぱトラックを使用してのトレーニングだったり、まあ、2キロぐらいの周回コースというのは程よいじゃないかなと思ってますね。おすすめなのが 400m 以上のトレーニングが一番僕の中ではいいかなと。それより短くても全然構わないんですけれどもやはり 100m200m ですとですねやっぱり足の回転力だったりストライド作りというのに役立ちますんでやはりもうちょっと負荷をね長くかけたいっていうふうになってきますからできれば長めの方が いいいかなと思っていますそして、えー、長い坂だったり峠なんかもいいですねであとトレイルランニングとかやはり山を使って心肺機能を高めていくということも一つの方法として大事かなとですから今時間に余裕があればトレイルランニングとかを取り入れてどんどんガシガシ山を登っていただいたりまあなければ長い坂を使ったり まあ,あとはあの足柄の方にある峠なんかをねよくランナーでは使われる方多いですがそういったハードなトレーニングを入れていただいて心肺機能向上というのを目指すというのも一つの方法かなと思いますね。この辺もですねしっかり水分を事前に取っていただいて怪我のないようにやっていただくことが大切ですからまあお酒飲む人はね前の日抜くぐらいの気持ちでやらないとですねやはりかなりハードな練習になりますから注意していただければなと思っていますね。 でもちろんこの下りというのも今度は先ほどの 100m のトレーニングと一緒ですけれども足の回転というのを生みますので負荷が高くなる練習という方法として下りというのも、えー、楽しいトレーニングになるかなとで心配機能としてはやはり上りを徹底的に攻めに攻めていただければいいかなと思っています。 そして最大酸素摂取量を鍛える方法としては、タバタ式、えーまあ、ヒットという言い方にしますけれども、これが行われるんですが、まあ、これもアプリがありますので、アプリを活用するといいですね。えー、大体20秒間行って、10秒休憩を発せたということになんです。ですから、あとはこうやってスタートボタンを押せば、勝手にです、ね、アプリの方で教えてくれますので、これに合わせて行っていけばいい。 で、あとはもう集中して全力で、えー、行っていただく。まあ本当にねこ、音がないとやっていけないなと、ね。それぐらいこう、非常にハードな。まあ、エクササイズなんか YouTube だとかいろいろ方法もありますんで、自分ができるだから腹筋だけやる人もいるかないう感じもあります、ね。で、10秒休憩して、またこれを8回繰り返すという方法になります。3 そして、えーまあ、最大酸素摂取量を増やすというよりは呼吸筋ですねこちらを強化する方法として、まあ、一つはこういった器具を使うのとやっぱり鼻呼吸をしっかりできるか、まあ、いわゆる深呼吸ですね、まあ、肺呼吸であり腹式呼吸であり、えー、こういったものを、まあ普段から実践しているかということも大切になってきます。それで初めてこうういった器具を使うと。 トレーニングマスクについてはつけたまま生活するとか、ね、あとはこれをトレーニング使う方もいますね。でパワープリーズはもう呼吸筋そのものですねで吸って吐くっていうのを、まあ、口呼吸で行っていくということになりますね。こ、ま、こ、あ、こういうういととを行うことで、 結果的に1回の酸素の量が増えてくれば当然酸素からエネルギーを作り出してくれるのが有酸素運動になりますのでよりエネルギーを生み出してくれるということは長く楽に走ることと可能かなと思っています。いかがでしたでしょうか、えー、ハードなトレーニングですんでしっかりと準備をしていただいて、えー、憎まれる等もないように、えー、行っていただければなと思っています。 この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想を受けにんまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。